勝戦第12レースがピットアウトになります。外枠から6号艇の山地が動きを見せます。見通し線上にへさきがかかろうかといったところですが、1号艇の金田タンマークの横、優勝戦第12レース対戦の6勢1号艇埼玉の金田聡、2号艇が兵庫の河野聡、3号艇が福井松村光太、4号艇岡山山本周一、5号艇大阪山本健二、そして6号艇岡山、このカード2人目になります山地正樹、以上6メンバーの対戦です。追い風1メーター前後、気温は16度、陰線には1号艇の金田、すべて船券絡みと好調な走り、序盤から整備をしてしっかりとこの44号機を仕上げてのポールポジション、2コースを折り合いをつけて6号艇の山地、準優ワンチャンスを生かす形になりました。スタート展示同様3コース角にします。2号艇の河野、こちらも近況は好調、今シリーズ延べ5勝をマークしてレース展開の鍵を握る3角、そして4コースに3号艇松村光太、5コース4号艇山本周一、サイアウト5号艇山本健二、並びもスタイルもスタート展示同様スタイルは2対4、進入体系インコースから1番6番2番3番4番5番体系、優勝戦の第12レース今スタートいたしました。3コースから2号艇わずかに好スタート切ってます。1周1マーケットに向かう先行争いでありますが、1号艇を生かせまして、さあ2号艇が冷静に巻き出しのハンドル、4号艇が外握っていくバックストレッチ向こう正面でありますが、しかし陰線を打ち切るか、1号艇の金田、さあ巻き出しのハンドルは届いてないか、1番2番の体勢、その後3番手争いは3号艇4号艇差のないところですが、2号艇のへさきがかかっている。さあ2号艇1号艇この2人が競る形で今2マークを旋回いたしますが、さあ1号艇が外前、2号艇が内、4号艇が外分待って、上位の体勢は1番2番真ん中を通って今度は3号艇あたりも接近いたします。上位の体勢は1、2、3、後方向かっては6、5、4という体勢、レースはこれから2周目、さあ振り切って3、4停止のリード、1号艇金田、2番手追走見せ場十分河野聡、そして3番手3号艇が切り返しを図ります。さらに外握っていった2号艇、さらに4号艇がさらに外を握る体勢で、上位の体勢は1、2、3、後方向かっては4、5、6、ここも現在は定番順の並びか、しかし2番手3番手がわずかに一定審査となっています。その後ろは4番5番6番という体勢、リードは5停陣となりまして、1号艇の金田、2番手追走2号艇の河野、内側のから3号艇の松村が先に回って行かせて差しのハンドル、2号艇の河野、1、2、3の体勢変わることなく残り1周です。後ろに向かっても4番5番6番という体勢、セーフティーリードを固めて1号艇の金田、そして2番手追走2号艇の河野、3番手3号艇の松村、後ろは4番5番6番となって残り600前提切りました。上位の体勢は1番2番3番の体勢が固まる形になって向こう正面です。2連単の1、2は 3.5倍、3連単の1、2、3は 11.7 倍を示しています。向こう正面直線コース、9月には三国での優勝を飾っておりまして、こちらも近況は揺すらしてありますが、1号艇の金田延べこれが43回目の優勝ということになりそう。通算の勝ち星は1538勝、銀河系軍団80億の関東の代表格であります。1番2番3番の体勢、最後の直線コースから優勝戦第12レースゴールを迎えます。今近く1号艇金田優勝ゴールイン、2着2号艇河野ゴールイン、3着3号艇松村ゴールイン、後ろは4番5番、最後方は6番が今ゴールインです。